代替肉のオーバンカルビ。食感、そして風味、さらに本物に近づいたそうです。お肉が分厚くてとても食べ応えがあります。味がしっかりとついているので、大豆の香りがなくてカルビの味がします。ネクストミーツは新たな代替肉を開発し、焼肉チェーンの焼肉ライクで提供を始めました。 このオーバンカルビは大豆ミートを使った一般的なカルビと比べると、脂質を八分の一近くに減らした一方で、タンパク質を二倍以上に増やし、肉の噛みごたえに近づけたということです。代替肉の市場は二千二十五年までに一点六倍に成長すると見込まれていて、各社が開発にしのぎを削っています。